はい、アキラです。また、N 版についてまたねちょっといじったんで紹介したいと思います。今回はねリアシートですね。まあご存知の人も多いと思うけど、これ N 版はねリアシートこの状態なんですね。まあこれ私はこの状態だとね絶対座りたくないっていうぐらいな感じなんだけども、で標準だとねここからもうこれ以上は倒れないんだけども、まあちょっといじるとね最大でこんな感じでリクライニングするんですね。まあ最大でこのぐらいかな。こういくとねシートの座面も後ろに下がるんでね、まあなんとかこう膝がまあ、この状態で座れるんですね。まあ、この状態で、まあ、普通の車のリアシートと同じぐらいな感じかなっていう感じですね。まあ、もともとこれ座面も薄いんでね、まあ、そんなに座り心地がいいわけではないんだけども、まあ、ここまで行けば普通に座れるかなって感じだね。まあ、こっち側もこんな感じだと、まあ、こういう助手席側の方が少し楽かな、この膝周りはね。まあこれ運転席の少し前出せばいいんだけどね、この改造作業ね3時間ぐらいかかったんだけども、まあやればできるって感じだね。でこれ何をどうやったかっていうとね、これね他の方が YouTube でやり方を紹介している動画があって、私もそれを真似しただけなんだけども、ここね、まあ、ドリルで穴開けてストッパーがここに当たってたのをここまで行けるようにしたっていうだけなんですね。これ左右両方やって合計4箇所やればね両側のシートともできるんだけども、これドリルとグラインダーでねと手のやすりでギコギコやったんですね。まあ結構しんどい作業だけども、まあやればできるっていう感じだけどね、素人でもね。まあ実際のやり方はね他の、まあ、YouTube で検索すれば出てくるんで、まあそれを参考にすればいいかなと思いますね。いやでもこれ結構しんどい作業だけども、でねこれあそこの穴をね10ミリぐらい拡大するとこれが1段階2段階3段階4段階か、まあリクライニングは4段階になるんだね。これがねおそらくこれねバモスの乗用タイプのこのシートの機構をね流用してるからだと思うんだけども、バモスのやつはねこっち側の爪の長さでおそらくね調整してるんじゃないかなとは思うんだけども、まあこんな感じで改造はできますと。で元の YouTube でね説明してる方の動画見てたらね、これ車検大丈夫なのかとかね、そんな改造したらいかんとかねいうコメントをつける人がいるんだけども、これはね別にまあ保安基準には関係ないんで車検の検査項目じゃないんだよね。車検なんかこれ畳んだままだからね、まあこれ型式認定の時の貨物車の要件で密室の広さを決める時に確かね密室の、まあ、前後方向の長さはこの前席の背もたれの後ろから、まあ、後ろのテールゲートまでの長さがあって、後席を立てた時にその長さの半分以上の密室の長さがなきゃいけないとかっていうのがね確かあったような気がするんだよね。そのために密室の長さを稼ぐためにあんまりリアシートは寝かさないようになっているんだけども、まあそれは型式認定で認定取る時に必要なだけで、その後はあんまり関係ないっていうかね、なんていうか保安基準でそうしろとは書いてないんで車検のチェック項目ではないんだね。だから別に心配する必要はないんだけども、まあ安全上も別に問題ないはずなんでね。ということでね、まあまあ無事に改造はすることができましたと。まあこれぐらいのリア席だったらね、まあ自分の知り合いとか乗せるにはね、まあそんな長距離はしんどそうだけどもいいかなと思いますね。ということで今回は以上ですね。無事
リアシートの改造ができましたという話です。はい、今回は以上です。